はいどうも、チェコプラハのガイド佐藤です。今回はですねチェコと、ウクライナの関係をですね、歴史も踏まえてやってみようかなと思います。それでは、プラハの街の中をですねふらふらと散策しながら、進めていきましょう。今はですねあらゆるところでウクライナとロシアの歴史について詳しい解説されている方たくさんいまして、私自身でも何か作ってみようかなと久々に思いましたが、私はあのチェコのガイドなので、ここチェコとウクライナの関係という、まあ、かなり誰得すぎる話をいくつかピックアップしてやってみようかなと思います。ということで今回はですねあのガイドという感じではありませんが、ひとまず普段のプラハの街の雰囲気も感じてもらえたらなと思います。ではまずはですね地理的なことですけども、かつてチェコとスロバキアがチェコスロバキアという一つの国だった時にはウクライナは隣国でしたが、現在はスロバキアのお隣になってます。そして今ウクライナの領土ですが、かつてチェコスロバキア領だったところがありまして、そこをですねザカルパッチャと言います。でこのザカルパッチャに限らず現在ウクライナがある地域というのは、まあ、かつてさまざまな国の領土となっていますが、ザカルパッチャ周辺、スロバキアとかポーランド、ハンガリー、ウクライナですね、あの辺りにまたがる地域についてはもともと住んでいた人たちというのが、これが実はクロアチア人なんですね。なんとでさらに言えばクロアチア人は現在のここチェコを構成する民族のうちの一つでした。まあ、クロアチア人ってかなり広範囲に、住んでいたんですね。で現在のクロアチア共和国のあたりへと移住し始めたのは7世紀頃とも言われています。これはまあ民族大移動の時代ですね。ですけども9世紀にこの辺はチェコの大モラビア王国で、ウクライナのキーウにはですねキエフ大公国というまあどでかいスラブ人国家が2つ出現してきまして、まあ、徐々に膨張してくるわけですけども、その時に現在のチェコやウクライナのあたりにいたクロアチア人やまあその他の民族は同じスラブ民族ということもあってかですね、次第に長い年月をかけてその両大国に同化、していくんです。でその当時のウクライナのキーウには、スラブ民族のコラン人がいまして、9世紀にはですね非常に栄えた商業都市でした。ちなみにですねこのポラン人というのは、まあ、年代記によるとポーランド人の遠いご先祖様のようです。でその後ですね北の方からやってきたある民族にキーウは奪われてしまいまして、徐々にその周辺の民族は同化していくんですけども、プラハの場合はですねプラハにもともとチェコ人が住んでいて、そのチェコ人が徐々に勢力を広げていって、10世紀の終わりにはプラハのチェコ人のプシェミスル王家に統一されたので、このプラハとキーウの町の成り立ちは全く違います。でウクライナにですねリビウという町がありますが、あのリビウというのはチェコの大モラビア王国の時代にはその王国内にあった町で、後にですね東の方からやってきた騎馬民族マジャール人、これは今のハンガリー人ですね、そのハンガリー人に攻め込まれて滅亡した後も再びその一帯の天下統一事業を行ったチェコの今度はあのボヘミア王国という王国の王様、ボレスラフ1世とその息子の2世、その2人が引き続きリビウの街を治めています。なのでその時代というのはウクライナの西の端っこの方というのは実はチェコにあった王国の半島だったんですね。ちなみにですねチェコの30年戦争の英傑と
言われたバレンシュタイン大元帥、まあ、知る人ぞ知るという感じですけども、彼のご先祖様はチェコにいたクロアチア人貴族だったという話もあります。ではですね、ちょっとあの現在の、今現在のチェコの状況を少しお話ししたいと思いますが、今回の有事が起きる前からチェコには約20万人ぐらいの人が住んでいます。チェコの統計局のサイトにあるデータを見ると、ソ連解体で、ウクライナが独立した1991年の時点で約8500人のウクライナ人がチェコ国内にはいたそうなんですけども、その後ですね、年々コンスタントに増加してきて2021年には20万人になってます。これはですね、あのチェコにいる外国人の3分の1の数になりますが、まあ結構な割合ですね。でこれには一体ですね、どういう理由があるのかはちょっと後ほどですね、順番にお話をしていきます。そして現在、新たに家族や、まあ、親戚などのつてがある人たちが避難民としてたくさんやってきていまして、だいたい今40万人近くのウクライナからの避難民が、ここ今現在ですね、チェコへと入国しています。では、ちょっとチェコの経済や治安について少しお話をしますけども、ここチェコ共和国というのはかつての社会主義陣営の国々の中では最も早く、経済改革が成功して、それがチェコ経済の奇跡なんて呼ばれてたこともありました。ちなみにですね、日本の外務省のサイトを見てみると、ヨーロッパの旧社会主義国で現在最も平均年収が高い国がチェコとなってます。ただですね、これはですね、かなり個人差もあるので、まあ実際に生活してみないとちょっと分かんないところはありますけども、ひとまずここから分かることというのがですね、チェコのように経済が安定して好調な国というのはやっぱりですね、治安も非常に良いです。この間出たばっかりのグローバルピースインデックスではチェコはですね、日本よりも上で8位になってましたね。まあ、これをどう捉えるかは、まあ、人それぞれかもしれませんけども、私がですね、個人的にどう感じるかというと、ひとまずここプラハに関しては、まあ、夜良くも悪くものんびりしてて平和です。どうでしょう、なんかのんびりした雰囲気は出てないですかね。ということで、まあ、そういった経済が、好調かつ安定していて治安が良いというチェコに多くの就労者、まあ、ウクライナ人なども集まってくるというのは、まあ、自然なことかなとも思います。あ、ただですね、これ観光地はどこも同じですけど、スリには気をつけないといけません。チェコじゃなくてもですね、ヨーロッパもどこの国であろうが人がたくさんいる場所、観光地にはスリがいます。もう絶対います。ですので旅行の際にはですね、もうどこに行くにしても観光地、旅行の際には十分に気をつけてください。では、次にですね、この辺の国の言語の違いについてお話をしたいと思いますが、この辺はスラブ諸語といって同じグループなので非常に似ています。でそれぞれの国で近い言語、遠い言語というのがあるんですけども、チェコ語から見たウクライナ語というのは、まあ、ロシア語よりも似た単語が多くてですね、発音もロシア語より近いかなと私は思います。でお隣のスロバキア語についてはですね、私のような、まあ、かなり中途半端なチェコ語でもまあまあ理解できます。全く話せませんけど。ちなみにですね、今数多くあるスラブ民族の国で話されている言葉というのは元はですね、ほとんど違いなかったそうです。で9世紀頃から単一言語だったスラブ語に、各地に
散らばっていった、まあ、国を作り始めたそれぞれの集団の方言が顕著に現れてきて、それがですね現在の国の言語の元となるということらしいんですが、まあ、これは結構面白いですね。でその元々の古いスラブ語というのは今はもう口語としては使われていませんけども、各国で現在話されている言葉というのはみんなその古いスラブ言語からスラブ語から生まれた方言なんですね。 あとですね余談なんですけども、昔私が通ってた中国語の学校の先生が言ってましたが、ロシア人とかあとウクライナ人とポーランド人もいましたね。彼らはですねチェコ語を話していると思っているつもりでもところどころだんだん自国の言葉に戻ってくるって言ってましたね。まあそれだけ近い言語だということでしょう。ということで、まあ、そういったですね民族的言語的に非常に近いこと、そして経済的治安的なこと、そしてあとはまあ地理的にもですね非常に近いということもあって、ウクライナ人にとっては外国に住むとなったらですねチェコは非常に住みやすい国のうちの一つなんじゃないかなと思います。はい、それではですねここから話は1400年ほど遡ってみましょう。ここチェコにですね631年サモ王国という国が築かれましたが、これがですね、歴史上初の最初のスラブ人の国です。でその250年後にウクライナのキーウを中心にどでかい国が作られましたが、それがキエフ・ルーシという国です。ルーシというのは現在のロシアという国名の元となったバイキングのルーシ族のことで、当時キエフ大公国からビザンツにやってきた使いの者たちの名前がですね北欧の名前だったことから、まあ、地元民はスラブ人でも、大公家やですね貴族といった支配者はバイキングだったとされています。でそのバイキングのルーシ族が現在のキーウを中心に、親分だったリューリクという人の名前を取ってリューリク朝という王朝を建てて、建国したのがキエフ大公国とも言われているんですね。そしてその後ですね、その辺りにいた数多くのスラブの人たちは皆ひとまとめにルーシ人と呼ばれるようになるんです。でそのバイキングルーシ族の親分のリューリク、彼の息子のイーゴリ1世がチェコの歴史の中にも登場してくる最初のウクライナ人のようですね。ただですねこの辺ちょっとですねデリケートな話で、イーゴリ1世がバイキングの親分リューリクの息子だとすると、それってその後のリューリク王朝の血筋っていうのは実はバイキングだったのっていうことになっちゃうんですね。でこれに対していやちょっとそれはまずいだろうっていう人と、いやそれは素晴らしいことだという人がいまして、その結果ですね、実はイーゴリ1世はリューリクの息子ではなくてこちらのスラブ人だったと、いうことにもなってます。あとはですねそもそもリューリクという人物自体本当に存在していたのかと、というかですねルーシ族というバイキング自体本当にいたのっていう話にもなってます。なのでよくわかんないですね。実はですね他にもたくさん説があるんですが、まあ、この辺はですねおそらく、まあ、いろんな訳ありで永遠に解明されることはないと思います。ただですねひとまずキエフ大公国というのは北の方からやってきた、民族、その民族がですね、キーウにいたスラブ民族のポラン人と戦った末に町を奪って建国したと、いうことはですね確かなようです。どうでしょうちょっとややこしいですけども、まあ、その辺の
よくわかんない話は、まあ置いといて、そのキエフ大公国の、大公イーゴリ1世という人物が、まあ、最初にチェコの歴史に登場してきたとされるのが、チェコで大モラビア王国という、まあ、これまたどでかい国が、あった時代です。今はですね、ちょっと裏道入ってきました。表は人がたくさんいて取りづらいので、ちょっと裏を歩いてます。裏入ると全然人いないですね。で、そのですね、チェコの大モラビア王国ではですね、当時キリスト教の典礼をですね、教会での共通言語であるラテン語じゃなくって、こっちのみんなが使ってるスラブ語を使って行おうとしていたんですが、まあこれがですね、なかなか難しかったんですね。まあ教皇が許してくれなかったんです。ですけども、聖キリルと聖メトディオスという、まあ、これ有名な聖人兄弟がいるんですけども、まあ、彼らの尽力もあってスラブ語による典礼がですね、教皇に認められたんです。で、そのしばらく後に当時のもう一つのスラブ民族の大国、キエフ大公国でもイーゴリ1世とそのお妃様オリガはそれを支持したという、まあ、逸話があるんですね。ただですね、この話でちょっと疑問なのは、その大モラビア王国で、スラブ語による典礼が認められたというその時期、キエフ大公国まだキリスト教徒の国ではないんですね。で、キエフ大公国がキリスト教国教としたのはイーゴリ1世の孫です、ウラジーミル1世という王様の頃なので、もうちょっと後なんですね。ですけど、イーゴリ1世の奥さんであるキエフ大公妃のオリガはすでに、その時にキリスト教に改宗してます。なのでこれですね、もしかしたらイーゴリ1世じゃなくて奥さんのオリガだけが支持していたんじゃないかなとも思いますけども、この2人の夫婦仲はどうだったんでしょうね。まあ、ただですね、まあ、仮に宗教的なつながりではなかったとしても、当時のキエフルーシとモラビアというのはですね、非常に活発な商人たちによる交易が行われていたということは、これは確かなことなので、ひとまずですね、チェコの外務省によると、9世紀から11世紀頃まではチェコとウクライナのキエフ大公国は互いに友好関係にあったというふうにされてます。で、10世紀に入って以降はですね、チェコは完全に西の、ゲルマン民族の東フランク王国のカトリック陣営に入ってしまったので、正教会であるキエフ大公国との関係は薄れていきますけども、13世紀になると外からやってきた恐ろしい敵に対抗するために、再びチェコとウクライナとの関係が強化されていきます。そしてその13世紀のチェコなんですが、ボヘミア王国という国になってまして、周辺のですね、ゲルマン民族諸侯がですね、もう脅威に思うほどの大国だったんです。そしてもう一つのスラブ人の大国、ウクライナのキエフ大公国はですね、その頃王家の権力争いが続いて内戦状態で分裂しちゃいまして、そこにですね、さらに東の方からモンゴル軍がやってきて制圧された結果、1240年に完全に崩壊してしまうんです。そして分裂崩壊した元キエフ大公国の中でも、西ウクライナにあったルーシ王国という国が最も大きかったんですが、結局はですね、モンゴル軍には抗えずに、属国となってしまいます。ですけども、そのルーシ王国の王様をやっていたダニーロはですね、チェコのボヘミア王のオタカル2世と、友好関係を築きまして、当時ですね、この西ウクライナのルーシ王国がキエフ大公国の正当な継承国家と、こちら の西の方では言われていました。で、その後ですね、モンゴル人の襲来に備えて、ヨーロッパの国々は協力し合おうという雰囲気になりまして、その時の、
神聖ローマ帝国内で最も当時ですね力のあったチェコのボヘミア王国の王様オタカル2世が音頭を取って、争いを続けていたルーシ王国やハンガリー、まあ、そういった周辺の国の王様たちを一度にですね、集める機会を設けたというわけです。はい、またちょっと表通り出てきちゃいましたね。どうです、人、まあ、そんなにいっぱいいないですけども、ここはナーロドニッツシーダーです。ではしばらくまだ裏を歩きましょう。でその後ですね、チェコボヘミア王オタカル2世の息子のバーツラフ2世の代にモンゴル軍に対してここチェコ、あとはリトアニアですね、リトアニア、あとはドイツ騎士団でウクライナのルーシ王国ですね、これらが同盟を結んだんですけども、あのモンゴル軍の属国になってたルーシ王国がですね、モンゴル軍の軍の一部となってポーランドとかハンガリーに攻め込んで領土を奪っていたんですね。なのでいまいち信用はされてなかったみたいです。まあ、いまいちどころじゃなかったかもしれないですけどね。ということもあってその後の14世紀に入ってモンゴル軍の勢いが弱まってきた頃に、ヨーロッパ諸国は取られた領土を取り返しに行くんですけども、その時にですね、王位継承者の問題で王国内の貴族が分裂していたルーシ王国にポーランドやですねハンガリー、あとはかつての同盟国であったはずのリトアニアがですね一斉に介入していって、1349年、ついにルーシ王国が、滅亡してしまいました。でその後はですね周辺国によるルーシ王国の、西ウクライナの領土の争奪戦が始まりまして、まあ、それぞれの国々がすったもんだした結果ですね、まあ、この辺ちょっとややこしいのでカットしますけども、ポーランド・リトアニア同訓連合という、これですね当時ヨーロッパ屈指の連合軍が出来上がるんです。で最終的にですね1392年、ルーシ王国、その西ウクライナの領土はポーランド・リトアニア連合に吸収されて、現在のウクライナのもうほとんどですね大部分、それから275年間という、まあ、非常に長い間ポーランド・リトアニアの一部となりました。あ、これフランツ・カフカです。で、その西ウクライナのルーシ王国の、領土の争奪戦が行われていた最中の14世紀のチェコは一体何をやっていたのかと言いますと、もうですねモンゴル軍の脅威もなくなってたので、かつての同盟国であるルーシ王国には全く興味が、なくなっていまして、当時ですね神聖ローマ帝国の皇帝の都となっていたここプラハはですねめちゃくちゃ栄えていました。で東の方よりも西や南のヨーロッパ諸国、まあ、フランスとかイタリアとかあっちの方ですね、あっちの方との関係が非常に深くなっていたんですね。なのでこの頃からもう完全にチェコはですね西欧諸国の文化の中に入ってます。ですけど、その数十年後、まあ、15世紀ですね15世紀になると、そのウクライナの大部分をも吸収したお隣の大国ポーランドのヤゲロン王家、そのヤゲロン王家からチェコのボヘミア王やハンガリー王が出てきたんですね。でポーランド王家がチェコを統治するようになるんです。なのでチェコとウクライナはですねその当時同じポーランドのヤゲロン王家の元にいたんですね。まあ、ポーランド王家がいかに強大な力を持っていたのかがわかるかと思います。ですけどチェコの場合はポーランドのヤゲロン王家にチェコの王冠をこちらから差し出しているので、
もう親戚でも何でもない、ヤゲロン王家に併合されてしまったウクライナとは立場がまあ全然違うんですけどね。でそんな状態で16世紀に入るとすぐにその強大なポーランド王家の持つ王位の請求権を狙って近づいてきた人物がいますが、それがですねハプスブルグ家の皇帝マクシミリアン一世です。ついに出たって感じですね。ついに出ました新内の登場です。でその当時チェコボヘミア王そしてハンガリー王だった、ポーランド王家のヴァディスラフ二世の娘アンナと結婚して、1526年ですねこれは、チェコとハンガリーを一気に手中に収めたのがそのマクシミリアン一世の孫で後にハプスブルグ家の、皇帝となったフェルディナンド一世です。でそれ以降はですねチェコボヘミア王とハンガリー王は、ハプスブルグ家の世襲となってそれがなんとですね20世紀の初頭です。すごいですね400年近く続くと、いうこととなります。なのでここから先はですねもうチェコの歴史はハプスブルグ家内での歴史ということになります。でここから先の17世紀の間はですね東西別々の地域勢力に分かれてしまってそれぞれがですね別の大戦で大忙しだったのでウクライナとチェコは絡みがしばらくなくなってしまいます。ですけどまあそうですねチェコもえらい大変なことが起きていたんですがまあウクライナの17世紀をやりましょうか。17世紀になるとですねポーランド・リトアニア共和国内にいたウクライナのコサック軍団が反乱を起こすようになってきまして共和国内にですねヘーチマン国家というコサック軍の国を立ち上げてしまったんです。でその時の司令官がコサック軍司令官がフメリニツキという人物なんですが独立のためにですねロシアと同盟を結んでポーランド・リトアニアと戦うんですね。でその時の条約がペレアスラフ条約というんですけどもこの条約がまた厄介で400年経った今現在になってもですね、ロシアとウクライナ側で解釈の相違があって揉めに揉めているんです。ですけどその同盟のおかげで1667年、ロシアとヘーチマン国家は大国ポーランド・リトアニアについに勝ちました。そしてですねポーランド・リトアニアはロシアに領土を割譲したんですがその時にですねウクライナのヘーチマン国家はポーランド・リトアニアと、ロシアの間で分割されてしまうんですね。そしてロシア側のヘーチマン国家も、ロシアの保護領、まあ、属国ですね、となってしまったんです。なので、まあ、これどうでしょうなんてことはない国家が2つに分割されてしまって支配者がさらに1人増えて2人になんかなっただけっていう感じもしないでもないですけども、なんか余計にひどくなってないですかって思うんですけどね、はい、で現在激戦地となっているウクライナの東側のドンバス地方そして黒海沿岸というのはですねそのかつてポーランド・リトアニアには組み込まれていなかった地域なんですけどもあのドンバス地方については石炭が発見されて以降工業地帯となる19世紀より前はですね何にもない荒れ野にウクライナ人コサックが定住していたところで、まあ、国境線も曖昧だったんですね。で一部のドンバス地方はポーランド、リトアニアとロシアの影響下にありましたがそれ以外のドンバス地方と黒海沿岸地域一帯はですねモンゴル人が15世紀に建国したクリミア半という国だったんです。でその時のクリミア半はトルコのオスマン帝国の属国でイスラム教徒であるムスリムが多く住む地域だったんですがロシアとの戦争に負けてしまったトルコはですねクリミアと沿岸を黒海沿岸を手放してロシアに、まあ、最終的には併合されてしまったと
というわけです。でそれ以降ですね、ドンバス地方と黒海沿岸は開発地域となっていったんですが、その地帯一帯をですね、ロシアはノボロシアと呼ぶようになるんですね。はい、あの奥にウクライナの国旗下がってるの見えますかね。まあ後で近くまで行ってみますけども。でこのノボロシアですね、まあ、今ニュースなんかで耳にしたことがあるという方も多いかもしれませんけども、これが18世紀の終わりです。というわけでウクライナというのは、西や東や黒海沿岸で全く異なる歴史をたどってきているんですね。はい、ここはバーツラフ広場ですね。ちなみにですね、ウクライナ文化の首都と、言われているリビウの町を含む西ウクライナの地方はキエフ大公国の、ルーシ王国が滅亡して以降はずっと西欧文化圏だったポーランド、あとはまあオーストリア、ハンガリー、その帝国なんかの国々の統治下にあるんです。でオーストリア、ハプスブルグ家の支配下にあった頃は、現在のポーランド南部を含むガリツィア・ロドメリア王国という、まあ、かつてのルーシ王国を縮小再現したような国がそこにできまして、ウクライナ人とかですね、ポーランド人、あとはチェコ人なんかも住む国を再び持ったんです。持ったんですけども、独立国ではないんですね。チェコと同じ立場でハプスブルグ君主国内の構成国だったんです。ということで、まあ、あの辺りは全然ロシアの文化とは違うんですね。でこれですね、以前プーチン大統領のオフレコ発言らしいという、まあ、ニュースを私見たことありますけども、ウクライナは作り物の国家で、そもそもウクライナ西部の町のリビウはポーランドの町だから共に正常な状態に戻そうという、まあ、ウクライナの割譲をポーランドの首相にですね提案したという話もあります。なのでプーチン大統領的には歴史的に見て、ウクライナの西部というのはそういった認識でもあるというわけですね。ではですね、ここから18世紀初頭にウクライナで活躍したチェコ人を一人ご紹介したいと思います。まあ、こちらでは有名な人なんですが、まあ、その前にですね、その頃のロシアの状況を少しですね説明してからにしましょう。ロシアにとってはですね、15世紀終わりにモンゴル人から独立して以降はですね、西のヨーロッパ列強諸国、もうとりわけですねポーランド、リトアニアとスウェーデン、この2つがですね、まあ、非常に常にまあずっと脅威で敵対していたわけなんですけども、負けっぱなしなんですね。で領土を失うだけではなくて、再びロシアの独立すらも失う可能性があったんです。まあ、そんな時代がロシアにもあったわけですね。で17世紀になってロマノフ朝が始まると、まあ、それから18世紀にかけて西側の文明が大変優れているということを認めまして、この時代から大々的に西欧化への、改革の準備を進めているんですね。なのでこの時代ですね、西欧文明諸国から多くの文化がウクライナやロシアへと流れているんですね。でその頃ウクライナにいた、チェコ系ウクライナ人で大変有名な人がいまして、それがピープ・オルリクという人で、この人ですね、現在歴史上のウクライナの英雄とされているウクライナ小作部の司令官であり、かつ、神聖ローマ帝国の公爵という、まあ、非常にですね、高い地位でもあったイヴァン・マゼーパという貴族の補佐官をやっていた人なんですが、マゼーパが亡くなった後にですね、後を継いで補佐軍の司令官となりました。
ですけど、オルリクのですね、一番の功績というのはそこではなくて、現在でも非常に評価が高いのが、当時、ウクライナにあったコサック軍の国家、ヘーチマン国家の下で憲法をですね、1710年に作り上げまして、これがですね、三権分立論からなる憲法で、立法、司法、行政、この3つの、権力分立の原則を、確立したものなんです。で、これですね、一般的に三権分立論っていうのはですね、フランスの、哲学者モンテスキュー、彼が1748年に提唱したというのが有名なんですけども、実はそのモンテスキューよりも40年近くも前にウクライナでオルリクが確立させて、しかも憲法として形にして作り上げているんですね。これですね、モンテスキューの名前は聞いたことがあるという方結構いるかと思いますけども、オルリクの名前はおそらく聞いたことがあるという方一人もいないんじゃないでしょうか。それぐらい日本では知られていないと思います。ちなみにですね、世界史で有名なアメリカ合衆国憲法、あれは1787年ですね。で、その後すぐにポーランド、リトアニアで1791年、これは5月3日、5月3日憲法と言われているんですけども、で、そのポーランド、リトアニアのその4ヶ月後ですね、4ヶ月後の9月3日に今度はフランスで、それぞれ三権分立を具現化した憲法が、採択されています。で、これらの、3カ国の憲法制定は、非常に有名ではありますが、実はですね、それらよりも80年も前にすでにウクライナで書き上げられていたんですね。どうでしょう、日本ではまず知られていませんけども、なんでそんなに日本では知られていないのかというと、これはですね、ちゃんと理由があってですね、この時代、大北方戦争という当時ですね、通称バルト帝国と呼ばれた大国、スウェーデンの脅威に対抗してロシアなんかの周辺国が争っていたわけですが、その時にですね、ウクライナのヘーチマン国家では軍がですね、2つに割れてしまうんです。で、あくまで宗主国であるロシアの皇帝に忠誠を誓うという新ロシア派の司令官、これスコロパツキって言いますけども、彼とあと国家独立のために、ロシアに反旗を翻して、スウェーデンと共にロシアと戦うという、反ロシア派の司令官マゼーパ、そしてオルリク、この2つに、分かれてしまうんですね。ですが、結果はですね、反ロシア派の、マゼーパとオルリクは負けてしまったんです。で、それ以降ですね、スコロパツキーはロシア皇帝の信頼をですね、取り戻そうと一生懸命頑張ったんですけども、ヘーチマン国家はですね、徐々に自治権奪われて、ロシア政府が統制を行うようになっていって、ロシア化植民政策をどんどん、実施していきました。そして1775年、これオスマントルコとの戦争でも勝ってしまった、ロシアはですね、黒海沿岸をついに獲得しまして、それと同時にヘーチマン国家もついにはロシアとなるんですね。こっちから行こうかな。で、そのさらに20年後、かつての大国ポーランドもプロイセン、オーストリア、ロシアに分割されて国が消滅してしまいました。で、ポーランド側にあった残りのウクライナ領土はオーストリアとロシアのものとなります。なので、18世紀末の同時期にポーランドとウクライナの2カ国は地図上から完全に姿を消しているんですね。
で、そういったことがあってオールリックの憲法というのはその敗戦後の亡命先でのモルダビアで書かれたものなので、その時のスウェーデン国王の保護の下で書かれたオルリクの憲法をロシアがですね、もちろん承認なんてするわけないですね。ですけどもスウェーデンではオルリクの憲法承認されているので、現在もですね、そのラテン語の原本はスウェーデンの国立公文書館の方で保管されています。ちなみにですね、大北方戦争で反ロシア派となったマゼパは後にですね、ウクライナの英雄となったんですけども、親ロシア派のスコロパツキーは批判されているのかというと、そうでもなくてですね、マゼパ亡き後にヘーチマン国家のためにロシア皇帝と彼かなりやり合ってまして、マゼパの名を裏切り者として、貶めるようなことは冒涜だとして決して、彼許さなかったんですね。そしてそのマゼーパの後を継いで、反ロシアの姿勢を終生貫いた、ピリポ・オルリクからは、偉大で親愛なる友人だと、ずっと言われていたんですね。なのでまあ、あれですね、お互い異なった決断をして袂を分かつことがあっても同胞であることは変わらないということですね。小さですね。はい、ひとまずですね、当時のチェコ系ウクライナ人の有名人を一人ご紹介してみました。そんな感じで当時の、ウクライナにはロシアでは知られていなかった、学問とか芸術といったものがたくさんありまして、そのウクライナを併合したロシア宮廷はそれらの吸収に非常に熱心になってました。でその後19世紀から20世紀に入るまでロシア帝国は帝国内の、完全なですねロシア化を進めていきます。で特にウクライナですね、ウクライナで分離主義が起きるのを恐れて、言葉の使用や土地の、歴史を学ぶことを、禁じまして、文化の核となる、出版物なんかも禁止して、とにかくですね徹底的なロシア化政策を続けていきまして、ロシア人の植民政策も進められていくこととなります。ただですね、これ聞いてですね、なんてひどいことをと思うかもしれませんけども、これについてはですね、その時その時代ですね、チェコを支配していたハプスブルク家も、ロシアほどではないですけども近いことをですね、チェコや帝国内でやってます。なのでヨーロッパでロシアだけが何も圧政を敷いていたわけではないんですね。どこも同じです。そうしなければ帝国というのは維持できないんですね。で結果ですね、ロシアは大帝国となったんですけども、その徹底したロシア化政策の間に、西欧諸国で広まっていた産業革命にはついていけずに徐々に取り残されてしまいまして、1856年にクリミア戦争で、これイギリス、フランス、イタリア、トルコ、この4カ国の連合軍にロシアは、負けて、非常に悔しい思いをしたと。でその後急ピッチで改革を行って国内の近代化を進めていくんですけども、あまりにも急すぎたのか、それに対して国内で猛烈に批判が、出てきたんですね。でついには1881年皇帝のアレクサンドル2世が暗殺されてしまいました。ここで一つ有名な話なんですけども、20世紀の初頭にミュシャ、アルヌーボーで有名なアルフォンス・ミュシャですね、ミュシャがロシアを訪れた時のことで、ミュシャが思っていたのはハプスブルクの支配下にあるチェコとは違って、ロシアという国はきっと我々スラブ人国家の代表としての先進大国に違いないということで期待で胸を膨らませていたんですけども、
行ってみてロシアの現状を見てがっかりして帰ってきてるんですね。まあそれくらいに19世紀末から20世紀初頭のロシアと、オーストリア支配下のここチェコを含めた西欧諸国では差が実際にはあったということです。そしてですね、そのミシャが、ロシアを訪れた後すぐにですね第一次世界大戦が、勃発しまして、その大戦の最中に、ロシアで革命が起きたんですが、その時にですね、ついにウクライナは独立を果たします。ですがその革命後のですね、内戦中にウクライナではいくつもの勢力が出てきまして、もうお互いがですね潰し合うようなこととなってしまったんです。で結果ですね、東西に分裂してしまうんですが、結局勝ったのはソビエト側の赤軍ということで、まあ非常にですね短い間、まあ3年という短い間で独立は終わって、ソビエト連邦の構成国となります。その一方でチェコの方では第一次世界大戦後はチェコスロバキアとして独立を果たしまして、内戦とかもなくてですね、あのフランスをモデルにした共和制でしばらくの間ですね順調にいっていたんですが、1938年です。この年に、イギリスとフランスとイタリアとドイツ、この列強4カ国によるミュンヘン会談の後に国が解体されてしまいまして、第二次世界大戦後はソビエト連邦の衛星国となってしまいます。はい、ということでひとまず今回はこの辺で終わりたいと思います。なんだかですね、非常に中途半端な感じでもあるんですけども、ソビエト連邦からの近現代史についてはですね、それやっちゃうとただでさえ長い私の動画がトルストイの映画並みになっちゃうので、ここではやりません。今回はですね、1000年以上前まで遡ってチェコとウクライナの関係をかいつまんで、まあ、ほんの少しだけご紹介をしてみましたが、どうでしょう、過去を知るとですね、なんとなく今が見えてくるかもしれません。現在のウクライナをめぐる問題ではですね、EU も全くもって一枚岩ではないんですが、ウクライナがとても身近にあるここチェコ国内でも意見は割れています。ひとまずですね、ウクライナの EU 加盟については、まあ、今すぐではなく将来的には賛成というのも含めたら6割近くてですね、反対は3割ですけども、 NATO への加盟についてはまあ、賛成と反対がともに4割となっていて、半々に割れているような感じです。でニュースなどでもご存知の方もいるかもしれませんけども、チェコはですねこのウクライナの問題だけではなくて、アジアでも台湾に対して支持をですね明確にしてるんですね、この国で。まあこれはですね、近現代ヨーロッパで大国の思惑に巻き込まれ続けてきた、チェコにとってはですね、なんというか、まあ、敏感に反応せざるを得ないのかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。今日もですねプラハは非常に平和です。もういつもと変わりません。とにかくですね、チェコにいるウクライナの難民の方たちにはですね、もう一刻も早く元の生活に戻れるようにですね、願うばかりです。それでは失礼いたします。マスルダの